Hi everyone, welcome back to the Japan Private Tour YouTube channel. I'm Afra again, and now I'm with Yajima-san, the general manager of the Sowaka. Sowaka is one of the small luxury hotels in Japan. So let's get going and check out the property. Sowaka elegantly fuses the ancient traditions of a ryokan with modern trends. A remodeled 100-year-old Japanese restaurant forms the main building, while the annex was built to complement the main building's original design via the use of contemporary architectural techniques. With 23 individual design rooms within the hotel, each room in both the main building and the annex has a wide variety of special features, such as a private garden, maisonette-type rooms, and semi-outdoor baths. This allows them to accommodate and satisfy the different preferences of their many guests. ではこちらがロビーラウンジでございます。いい香りですね。ありがとうございます。これは京都のディフューザー会社さんで。アートラボっていう会社。ローゼワイン。ロゼワインの香りですね。いい香り。ありがとうございます。京都駅の伊勢丹4階に売ってます。OK です。メモします。ありがとうございます。まあ、このロビーラウンジは、もともとこの建物、はい、私どもソワカは、まあ、メインビルディングとアネックスっていう2つがあるんですけれども、はい、このメインビルディングは、もともと料亭、レストランですね。うん、これをレストランが大正から昭和にかけて建てられたんですね、はい、で100年ぐらいずっと続いていたんですが、うん、そのレストランを辞めたので今のオーナーがホテルに改装したんです。ああ、そうレストランを購入して、はい、オーナーが変わってホテルに変えたです。そうです。それで、まあ、この建物をレストランのその当時のままをそのまま改装してますんで、今からご案内するところっていうのはいくつかその名残っていうのがございます、うん、まずそこがまず一つ目がこのロビーラウンジでございまして、でこのロビーラウンジはですね当時厨房キッチンとして使われていたお部屋でございます。昔はここ石畳で、はい、土間っていうものだったんですが、こう下足普通に靴で動くようなところだったんですけど、うん、私どもはこうロビーラウンジにするので床を作ってで畳を敷いてます。その分ちょっとね天井が低くなってしまったんですよね。ああそういうことですね。なのでその天井が低くなってしまったので、この部分を空間を広げるためにもともと2階があったんですが、全部2階を取っ払って、はい、こうやってガッと空間を広げてます。おで今見えてるこういった梁ですね、はい、これはもう昔のまんまのものです、はい、柱もその当時のものをそのまま利用しています、うんうんうん、で、先ほど私名残があるというふうに伝えましたけれども、これです、はい、これ開けていただくとご覧いただけるのがすごい、はい、これは井戸でございますね、今も水、はい、今も生きている井戸でして、ちょっと今日はね濁ってるんです。これなぜかっていうと、今もこう地下水とつながってるので、昨日まで大雨が降ってたんでその分ちょっと濁ってます。でかなりこう水位も高くなってます、はい、これが晴れが続くとこうぐーっと下がってもっと水は澄み切った色になります。常にこう表情を変える井戸水です。で昔はこの井戸水を使ってご飯を作ってたんですが、今はさすがに使ってないんですね、はい、ただアネックスにもう一基井戸がありまして、うんうんうん、そこから水を汲み上げてます。で、実はその水でお食事も作ってるんですが、お部屋のどの蛇口をひねっても出てくるのは井戸水です。はい、いわゆるシティウォーターっていうんですか、うんうん、あれは一切使ってないです。水道は使ってないです、はい、ここって山に立ってるんですよね、うんうんうん、で普通の建物だとこう
土を持ってレベルをこう水平にして建てるんですけれども、うんうんうん、建物が大きいんで、うんうん、100年前にコンクリートでベースを上げてるんですよ、はい、でそのコンクリートの上にこの木造の建物が載っている、うんうんうん、そういったあの基礎の部分ですね、うんうん、になります。でそこを利用して貯蔵庫であったりとかっていうふうに使っていたんですが、一番奥の部屋が、うん、実はそのウェイトレスさんの休憩所だったんです。あでそこの部屋とここの地下道がつながってます。へ、なのでこう着物に着替えたウェイトレスさんたちがお客さんと会わずにこう直接キッチンまで来れたっていう、そういった通路になってます。すごいですね。で今はボイラー室で、はいはい、ワインセラーとかは置いてないんで入っても何もないですえ、なんか何かと、いやこれ入っちゃダメなんですよ。あ、そうなんですか。で、あとはこちらの方に、かまどですね。あ、はい、京都弁で奥戸さんと申しますが、はい、昔はここでご飯を炊いたりとか、はい、そういったことをしていた設備になります。なるほど。今はね、火使っちゃダメっていうことなので、こうやってディスプレイとして。なんで火使っちゃダメなんですか。ここは全部木と土と紙で作ってるんですね、うんうんうん、燃えやすいんです。なるほど。でお客さんをが泊まる建物で、うん、そういった火を使ったりするともし万が一の時があるん で、まあ、ね、禁止になってます。おお、こんにちは。わお、Can you please tell me more about this place? わかりました。ここはもともとこのホテルがレストランだった頃、その頃に、お客様が食事をする前に、お待ちになる待合所でした。で昔はカウンターが L で切られていたんですけれども、うん、今私どもはここをバーにするために、板で新しくカウンターを作ってます。もともとこの部屋を手掛けたのは京都でも有名な大工さんの中村外治という方が手掛けたんですが、その中村外治さんの庭であったり、天井であったり、そういったものは全てその当時のまま残しています。へ、でこのカウンターはこうやって茶色く木が一枚の木のように作ってありますけれども、実は漆で全て木目を描いてまして、ちょっと叩くと軽い音がすると思うんですが、こちら合板なんですね。ベニヤ板で作られてる、ただ漆の職人さんはしっかりと手作業でこの木目を描いた面白いカウンターになっています。で今はこうやってバーでできるだけ皆様に日本のお酒を飲んでいただこうと思って、ジャパニーズウイスキーを中心にお出ししている、そういったバーでございます。あ、素敵ですね。こんな旅館の中でこういう空間があるなんてそうなんです。Soaka is situated in the charming neighborhood of Gion and Yasaka, making it an ideal location for travelers to see much of the city. Formerly known as Hanamachi, a place where Maikos gathered, guests can enjoy exploring the streets of Gion as well as having popular spots such as Yasaka Shrine, Kodaiji Temple, and Ryozen Kannon, all within steps of Soaka.The famous Kiyomizu-dera is also nearby and is a must-see for anyone going to Kyoto for the first time. こちらにタッチしていただいて。ハイテックですね。ヨーロッパの方が多いんで。こんな感じです。ここはガーデンビューのお部屋となっております。はい。でこちらが、ベッドルーム。綺麗。ありがとうございます。
この建物をリノベーションするときに、まあ、あの昔のものをそのまま使っていくっていうのが、一番あの重要なことだったんですね。なので今目に入っている、部屋のものっていうのは 90% 以上は当時のものをそのまま使っています。 90%、 はい、残りの 10% はこういった照明器具とか、はい、あとあの皆様の安全を担保するための煙感知器とか、なるほど、スプリンクラーとかそういったものを作っています。で、こういった床の間もそうですし、天井も柱もこういった障子の、まあ、建具と申しますが、はい、この建具も当時のものそのままです。昔は皆さんこちらの方でお食事をして、はい、お庭を眺めながらお酒とか舞妓さんを楽しんだっていう、そういったお部屋になります。そしたらバスルームは昔はどういう場所だったんですか？もともと料亭だったので、レストランだったので、はい、バスルームっていうのはなかったです。ですよね。なので私どもはそのこのリノベーションするときに一番苦労したのがバスルームです。なるほど、はい、水回りです。ここはもともと継ぎの間だったところを2つに分割してバスルームとリビングルームに変更しています。でそこの半分がこういったバスルームになっています。いい香りですね。ありがとうございます。ヒノキの音ですね。ヒノキですよね。はい、ヒノキです。温泉ですか？いえ、温泉ではないんですが、先ほどのロビーラウンジの、はいはい、説明の通り井戸水で賄ってますんで、限りなく温泉に近い水です。まあ、あの美肌の効果があるので、そう思った方がいいかもしれない。で、まあ、あのこちらがメインガーデンでして、はい、ちょっとあの他の客室もありますので、はい、お客さんこう外で出て楽しむお庭ではないんです。もう普通にこう眺めていただいて楽しんでいただくんですが、あのお庭のデザインは料亭のデザイン、料亭レストランの頃のデザインとほぼ変わらず作られています。なるほど。こういった水の流れとかもそうですし、こういったあの木ですね、うんうん、枝がかなりこう動いてますけれども、これあの新しいお庭だとこういった木の力強さっていうのは感じていただけないかなと思います。で、あのこのお庭はですね、 茶庭として作られてまして、お茶を楽しむためのお庭なんですね。なので向こうの方にあの腰掛け待合っていう、あのちょっとそこで、ま、あのお茶を飲まれる方がそちらで待機する場所というのがもしつあのもし 作られてます。で、ホストに呼ばれたらこの庭を通ってあちらの茶室でお茶を楽しむっていう、そういったお庭になってました。うん、で、向こうも部屋ですよね、はい、これから行くところ。そうです。で、あのこのお部屋はこういった水の音を聞いて、 できれば2泊していただくと、はい、今日ちょっと曇りなんであれなんですけれど、はい、あの日差しが入ってきて、はい、お昼からこう夕方にかけてですね、あの太陽が向こうに沈むんですね。へー。でそうなってくるとこう太陽の反射した光がこの葉っぱの裏をキラキラ映すんです。日だまりっていうこと、ね、そうですね。すごくいい時間で、本当に昼寝に最適な、時間なんですね。ただそれがあのチェックアウトからチェックインの間なので2泊した方がいいです。はい、そうです。そうです。味わえない。そうです。で、鳥がこう水飲みに来たり。なんかずるいですね。こう亀が歩いてたり。へえ。どのスタッフよりも古い亀のスタッフが歩いてます。おお。今見えないですね。今冬眠してるみたいですね。はい。亀冬眠するんですね。あ、そうなんですよ。こちらが104号室です。こちらのお部屋の特徴としては、はい、このお部屋になります。ここはリビングルームとして使っているんですけれども、もともと
この部屋の狭さから茶室として使われていました。茶室としての構成は三畳大目と申します。はい、三畳の畳があって、はい、こちらは大目というんですけれども、うん、こちらの方でホストがお茶を立てて、でゲストはここで飲むんです。これを三畳大目と申します。はい、で、裏千家の、はい、裏千家好みと呼ばれる手法で、設計された茶室になっています。まあ、その代表がこういったあの障子の張り方ですね。普通障子の張り方っていうのはこの木の、あの山の裏に隠すんですけれども、はい、あえてこういったものを見せるというのが裏千家好みという、やり方になっているようです。でですね、まあ、あの茶室なので今水の音すごい聞こえてると思うんですが、うん、茶室としての機能を保つためにあえて窓ガラスは一切設けてません。確かに、はい、もうダイレクトに水の音を聞いて、楽しんでいただける。あ、いいですね。でかなり暖かかったと思うんですけど、はい、この障子だけでも結構そうですよね、暖かかった。なんでですか。多分この保温効果だと思うんですね。あ、本当になので今すごい寒くなってきました。そうです、そうです。あの冬の時期でもうあのこの暖房をつけて、はい、障子閉めていただくと、あの快適に過ごしていただけます。で、まあ、この丸窓もそうなんですけれども、やはり茶室といったら皆さん、うん、想像するのがにじり口だと思いますけど、あ、こちらですね。なるほど。昔はここの庭を通ってこのにじり口を使って、お茶を楽しまれたっていうのが、はい、まあ、その当時の使われ方でした。うん、今はまあ、リビングルームとして使っていまして、まあ、中には、プライベートでティーセレモニーしたいという方もいらっしゃいますので、はい、そうですね、そういった方には、外部からお茶の先生を呼んで、うん、こちらで召し上がっていただくということをいいですね、しております。素敵。でも、すべての部屋、こういう茶室みたいな、ないですね、いや、この部屋だけです。この部屋だけですよね。茶室好きな人は早く予約してください。おー、いいですね。このお部屋の隣がベッドルームになっています。はい。こちらですね。こちらがベッドルームで、ここも実は、広間と呼ばれる茶室でした。うん、先ほどの茶室よりかなり広いんですけれども、ここは大勢でお茶を楽しむための、もともとの茶室です。設計は、千円能斎という方が、設計された茶室となっています。で、天井にこういうふうにございますけれど、ああ、昔はここから、そうです、こうやってこう、鉄瓶を落として、はい、で、ここで、お湯を沸かして、はい、で、お茶を振る舞っていた。だから、このベッドをどかすと、ここにまだ炉が切ってある。動かしていいですか。いや、ダメです。ダメです。多分、すごく疲れます。こういったメゾネットの部屋は多いですか、それともこの部屋だけ。メゾネットはここだけです。あ、すごい特別ですね。そうですね、広い、広いですね。なんかスパみたい。かもしれない、そんな雰囲気が、ね、ありますね。よくスパのラウンジと、はい、高級旅館のスパみたいな感じですよね。はい、実はプライベートルームです。で、このお部屋は先ほどの庭に面してますので、はい、まあ、普通はこうやって開けてもらうんですけれども、うん、このように開けていただくとちょうど角で、あ、この地面かな。で、今ちょっとこの時期なんであれなんで葉っぱがないんですけれども、はい、これいわゆるモミジです。はい、で、秋のモミジさぞかし綺麗だろうと皆さんおっしゃられるんですが、私のおすすめとしては若葉の頃、
緑が燃える頃が一番、この庭を、楽しんで、6月とか、そうですね、5月中旬から6月ぐらいにかけてがとても気持ちの良い、気分でこのお部屋を使っていただけると思います。As opposed to the main building's history-rich architecture, a noticeable characteristic of the annex building are the private approaches to each room to maximize guests' privacy. In the case of other hotels, there is always the possibility that upon opening your door, you come face to face with fellow guests, or able to hear their conversations.The layout of the rooms and these approaches give the chance to prevent these potentially awkward interactions. With both the main and the annex building, guests staying in Sowaka will have the option to choose between luxurious and traditional Japanese rooms or modern rooms with Japanese touches that provide exclusivity. こちらはちょっと真っ暗なお部屋ですが、感じてます。さっきとまた雰囲気が違うと思います。そうですよね。もうこれもうすごいアートに見える。これドアですか？そうです。開けます。いいですか？はい。こんな感じでご覧いただくと、全然真っ暗じゃないじゃないですか。綺麗。先ほどの建物。はい。本当は最初のプランはこの窓がなかったんですけど、はい、真っ暗い部屋はダメって言って作ってもらいました、ね、これはさすがに開けられないですね。これは開けられないです。これはカラカミっていうもんでして、はい、日本の襖で使われていますね。うーん、でこちらのパネルも同じカラカミで作られてまして、で私どものからかみ、っていうのは、野田版画工房さんというところが若手のアーティストなんですが、そちらの方が手掛けたものです。一点一点全部違うものを作ってもらっています。で彼が手掛けた、2通のパネルですね。でこちらは開けて、カーテン代わりというか、はい、になっております。でこのお部屋はもうガランとしてるんですが、このベッドの裏が、お風呂になります。よろしいですか？はい、すごい。個人的にこれが好きですね。ありがとうございます。ここいいですね。ありがとうございます。本当におっしゃる通り、いろんなお部屋があって、うん、自分の好きな部屋っていうのを探していただきたいと思います。そうですよね。はい。で、このお風呂は、普通こういうお風呂って、マジックミラーになってると思うんですけど、うちはもう普通のガラスです。ブラインドを下ろすしかないですよね。下ろしていただければ。ヒノキ全部屋入ってるんですよね。基本的にはヒノキのお風呂と先ほどの、露天風呂、露天風呂、それとあとセラミックのお風呂が、ございます。セラミックのお風呂は3部屋あって、はい、3部屋セラミック、3部屋露天風呂、はい、で他の部屋は全部ヒノキになってます。素敵です。ありがとうございます。何て言うんですかね、私ども実はスイートもスタンダードも使っているアメニティとか、うん、マットレスとかタオルとか、はい、全部一緒です。お、嬉しいですね。普通のホテルとかだと分けてますけど、うちはもうアメニティから何から、お茶から何から全部全く一緒で、違うのは部屋の広さだけ、はい、なのでいろんなお部屋楽しんでもらって、自分の好きな、はい、部屋を決めていただければなと思います。なるほど。ただ
全部一緒だからって言って手抜いてるってわけじゃなくて、うんうんうん、例えばこの、 ベッドマットレス、ベッドのセットなんですけど、マットレスとこのお布団っていうのは京都の岩田っていうお布団屋さんで、うん、全部こうコイルが入ってなくて、このなんていうの、天然の毛で、ベッドマットレスは馬とホースとヤクですね、馬とヤクっていう動物の毛で織られたものです。で、ラクダの毛の敷きパッドを敷いてあって羽毛布団になってます。で、全部屋ですか？全部屋同じです。スイートも同じです。だからこれのシングルサイズでうん十万っていう世界なんですけれども、はい、全くスタンダード、一番安い部屋でも、一番高い部屋でも全く同じものを入れてます。Based on the first floor of the annex building is La Bonbon's Gion, Sawaka's modern Japanese restaurant. With handcrafted lacquered walls forming one side and the view of the growing greenery on the other, it creates a peaceful spot to enjoy the dishes on offer. Savor a choice of delicious Japanese or intercontinental breakfast in an elegant room bathed by the warm rays of the sun.Overseen by La Bonbon's of Nishi Azabu, Tokyo, which has been awarded Michelin stars 10 times in a row, this restaurant presents Japanese cuisine with a unique modern twist. With locally sourced ingredients and seasonal menus which change monthly, each dish tells a different story.So here we are at the end of the hotel tour of Sawaka. And thank you very much for Yajima-san who has been taking me around in this hotel. So there's a lot of information in every single room and there's so many stories. Since the building is very old, I think, you know, combining the new elements, the old elements, the Japanese culture and the Western culture, everything's just synchronized and fits in a nice harmony.So, do you have any message for our viewers? ありがとうございます。今こんなコロナの状況で皆さん大変な思いをしていらっしゃるかと思います。全世界のワクチンがこれから回り始めて、少しずつ収束に向かっていくかと思います。また、皆さんの周りが静かになって旅行できるようになりましたら、ぜひ、京都にお越しください。私どもソアカは京都の中でもとてもユニークなホテルだと思っております。ぜひ、一度皆様の旅行のアクセントに、お泊まりいただければと思っております。お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。 So that's it. I think it's a really unique and special hotel, so you definitely need to stay at this hotel in the futureDon't forget to like, subscribe, comment, and share it with your friends for this video. Thank you and see you next time. Bye bye. ありがとうございます。